こんにちは、みすずです。今日はチャーシュー煮汁で作る高野豆腐のチーズ焼きをご紹介します。チャーシューで残った煮汁を再利用する煮汁で高野豆腐を戻してピザトースト風にするレシピです。材料はこちら。今回はチャーシューは鶏ももチャーシューの煮汁使ってます。概要欄に鶏ももチャーシューの動画リンク貼っておきますね。他のチャーシューの煮汁でも作れますよ。では作り方です。まずチャーシューの煮汁を温めます。固まった白い油の部分は破棄してもらって 100cc、 ブリと固まってて計量できないと思うので適当で大丈夫です。もしチャーシュー煮汁がない場合でも作れます。その場合はお水 200cc ほどにお醤油一たらし、お塩一つまみほど、塩麹などあっても美味しいです。とあと昆布を入れてもらって火にかけて作ってあげてください。またそこにカレー粉を入れたりとか、あと例えば水じゃなくて豆乳や牛乳にしたりとかしても美味しいですよ。しっかりと温めてもらって沸騰したら火を止めて冷まします。今回は煮汁だけじゃなくてそこに水 100cc 加えて薄めて使用しています。50度ぐらいまで冷ましたところで高野豆腐を入れて戻します。途中で上下を返してもらって全体ふっくらと戻ったら取り出します。このままだと煮汁がビタビタなので両手でぎゅーっと挟んで絞ります。高野豆腐をパン代わりに使うポイントの一つが味をつけて戻すってことになります。なのでチャーシューの煮汁などしっかり味のついたもので戻してあげると高野豆腐の大豆臭さがなくなるので食べやすくなりますよ。また高野豆腐唐揚げっていう菜食さんがよくやるメニューがあるんですけれども、そういうものを作る場合はここでちぎって適当にちぎってもらって片栗粉をまぶして油で揚げます。その場合は生姜おろしとかにんにくおろしなどちょっと濃いめの味付けにしてあげるとより美味しくなりますよ。というわけで今回はスライスしていきます。厚さ半分にスライスしたいので高さで半分のところに包丁、周りにぐるっと入れてから真ん中を通すように切ってあげてください。ではこちらを焼いていきます。もし切った断面の中央が硬かったら切り口を煮汁に浸してあげてください。先ほど の絞った残り汁ですね、その中にもう一度浸してもらって硬い部分を吸わせてあげるようにしましょう。では焼いていきます。フライパンを熱して油を敷きます。今回はバターに少し植物油を足して使ってますが、油は何でも OK ですよ。私は高野豆腐の場合は特に動物性の油で焼くのが好きなのでバターやラードで焼くのをおすすめしていますが、お好みの油でどうぞ。すべて並べてもらって弱め中火で焼きます。高野豆腐が結構油を吸うので油が干上がってしまったら足してあげてください。両面こんがりと焼きます。ただこの後でマヨネーズ和えの卵を挟んでいくのであんまりオイリーにしない方が食べやすくなります。卵を茹でましょう。卵を2個、ゆで卵にします。今回ちょっと他のことにも使いたかったので6個茹でてますけども2個で大丈夫です。潰します。殻を剥いて潰します。ここでマヨネーズ和えしていきますが、高野豆腐を油で焼いていて、チャーシューの煮汁も結構オイリーなので、マヨネーズよりも個人的にはヨーグルトで和える方がおすすめです。食べやすくなります。あ、卵をヨーグルトで和えるっていうのはちょっとあまり一般的じゃないので、今回はマヨネーズにしていますが、お好みでヨーグルト和えにしてあげてください。と焼き方ですが、この後チーズを乗せてオーブン、もしくはトースター、あと魚焼きグリルでも焼けますが、今回のように卵を挟んじゃうと2段になるのでちょっと高さが出るのでグリルよりもオーブンかトースターの方がいいと思います。1段だったら魚焼きグリルで焼けますよ。残った煮汁をソース代わりに使いたいので煮詰めます。火にかけてもらって最初のサラッとした状態よりもちょっとドロッとした状態になるまで煮詰めて火を止めておきましょう。トレーに並べます。焼けた高野豆腐を3枚並べてもらってその上に卵を乗せます。卵は全体に均一に広がるように乗せてあげてください。この上にもう1枚の高野豆腐を乗せてサンドします。
煮詰めた煮汁をソース代わりにかけます。これは上からブシャーっとかけるんじゃなくて、高野豆腐にちょっと吸わせるように置いていくような感じで乗せてあげてください。またこのソースの代わりにトマトケチャップもしくはピザソース、トマトソースなどでも OK です。それだとピザ風になります。シュレッドチーズを乗せます。 30g って書いてありますが、まあ、適当で大丈夫です。で、魚焼きグリルで焼こうと思ったら蓋が閉まらない、いや閉まるんですけど、ちょっとチーズが蓋にくっつきそうだったので、ここでトースターで焼くことに変更しました。トースターのトレイに移動します。マヨネーズをかけましょう。マヨネーズ大さじ1杯ほどラップに包んで輪ゴムで留めて、爪楊枝で穴を開けてもらうと線が消しやすくなります。これで焼いていきましょう。トースター1300ワットで4分ほど。我が家で使用しているこのアラジントースターは結構火力が強いので、普通よりも早く焼けちゃいます。なので、まあ、5分から8分ぐらいの間でソース見てもらって、こんがり焼けたら取り出してあげてください。かなり熱いのでやけどに気をつけましょう。これで出来上がりです。器に盛ります。付け合わせは水菜とオクラ、それからプチトマトを添えています。あの奥はキウイですね。で、今回はちょっとピザトーストっていうよりもちょっと和風にしたかったので、細ネギの小口切りと散らして、あとチリパウダーを振っています。と、彩りのためにパプリカパウダーも散らしています。トマトソースなどを使った場合はパセリのみじん切りでもいいですよ。お野菜に粉チーズを振って、これで出来上がりです。チャーシューの煮汁が残って何を作ろうかなってなった時にぜひお試しください。最後まで見てくださりありがとうございました。今回はチャーシューの煮汁を使用していますが、煮汁の代わりにお水やだし汁にお醤油一たらし、塩一つまみ、もしくは塩麹など入れてもらって、もう高野豆腐戻してもらっても高野豆腐のピザトースト風楽しめますよ。また卵サラダ間に挟んでますが、これはなしでも OK です。一段にしてもらってピザトースト風にしても美味しいですし、上に具材をトッピングして、例えば刻んだピーマンとかハムとかソーセージとか乗せた高野豆腐ピザトーストも楽しいですよ。ぜひぜひお試しください。詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖をみりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。 Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。